ここでダニラを見つけられなかった。俺はあいつの居場所に心当たりがある。俺はそこを調べに行く。お前は他の奴らにおしゃぶりクソ野郎のことを伝えろ。消えた人たち。後でグロースに会いに行け。まずはベアードさんに報告しなくちゃいけないのかな。その前にちょっとこっち側でアイテムちょっと重い。いらないものは、性能の悪い弾薬だけ抜いて、よし。向こう側はどうなってるんですかね。こっち側は、いやー、お、アイテムがメディキットと、これはなんだ、お、スタッシュ、アナバイオティクス、オザースキー教授、中枢神経系を麻痺させ仮死状態になることで避難所外にいてもエミッションを生きてやり過ごせる可能性を持たせる。おお、臨床試験を得ておらず有効性に疑いがあり、疑問があり、副作用が起きる可能性があると。ああ、でもエミッション回避できる。建物が近くにいないときにエミッションが起きたときにはもうこれに耐えるしかないってことですね。で、これは墜落したヘリコプターの一つじゃないですかね。ですね。5番目。ついでなんでこれをやっていきますか。墜落地点を調査しろ。これはなんか入って、でも大丈夫そうじゃないですね。回り込んで一応クイックセーブをして、本当に見えづらくなりましたね。グラフィックが綺麗になったことによってアノマリーが見えづらい。墜落したヘリコプターを調べる。中の電子機器はすべて焼き切れ、断熱材すら溶けている。お、ピッピピッピ、で電子機器焼損の理由を調べろ。理由を見つけろ。場所は、場所はわからないのかな。どっかで銃撃が。このヘリコプター、こっからなんかあんのかな。わーっと、サイレンサー付き、サプレッサー付きハンドガン。これ序盤はお世話になりましたね。とりあえず全て取って、
これ武器もう一個装備できたらいいんですけどね。ハンドガン。ハンドガンは装備できないですもんね。こっちは？あれ？開けれない？ん？こっちのボックスは開けられないかな。そのヘリコプターの焼けた理由っていうのはまだわからないのかな。じゃあまずアノマリーありそうなんで、まずそれ、アノマリーじゃない、アーティファクトか。どの辺かな。あ、いた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 。ここら辺。いた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 。近い。出た。また同じやつじゃないですか、これも。ああ、そうですね。薬品耐性プラス3。あとはないかな。こっち側とか。いた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 。ないですかね。痛い痛い痛い。うん、こんな感じですか。なんかすごい減ってるんだけど、なんで減ってるかわからない。ちょっと待って。あ、回復し始めた。で、ベアードさんに報告しに行かなければならないので、これか。ブラッドサッカーのサナ。場所は。おー、なるほど。じゃあ、ついでにこれ、取って帰りますか。わわわ、なんか。やっつけましたかね。ちょっとお話を。まだ倒しきれてない。ちょっとお話を。止まってくれ。まあいいや。なんかないですかね。これ、ここまっすぐ行くと。スタッシュありますけど、これパイプの上とかにありそうな
あ、でもこっから登れないし。右下の防具の隣のマーク、緑色で点灯してるんですけどね。何のマークなのかが分かんないんですよね。一番右は食事のマークっていうのは分かるんですけど、なんだ、ぐるぐる回ってるけど。あ、上？すごい近い。ああ、この下か。でもちょっとこのアイテム、セムを取りて、この辺にあるはずなんですけど、マークとしてはここら辺。あ、これももしかして地下ですかね。じゃあこっから降りて、ちょっと一回クイックセーブですね。まずはアーティファクトも、危ない危ない。こっち側に。あったあったあった、ちょっと。あ、出た出た出た。よかったよかった。今のは？放射能マイナス3。助かった、これですね。いってー、取ってた、死ぬー。F5、F5 じゃない、クイックセーブ。うわ、防具がもう、ここまで来ないよね。よし。あ、まだありますね、アーティファクト。まずこれを装備して、ヘルス回復ですね。ヘルス回復つけときましょう。で、クイックセーブして、もう一個こっち側に。あ、いたいた。いたいたいた。近い近い。出た出た。またヘルス回復。まだある。問題は、スタッシュ。方角はこっち側なんですけどね。いたー。アーティファクトも取りたいんですけど。あれ？やっぱパイプの上ですかね？ひょっとして。あ、外に出ちゃう。じゃあアーティファクトだけまず取って、この辺出た。これは熱々。あ、いや、これやばいかも。ちょっと待って、疲れ切って動けない。待って、向こうが行けないの、これ。ちょっと待って、はまってる。待って、はまってる。動けない。ちょっと待って。あれあれ。ちょっとし。
ちょっと待って、まずこれを取って、いった。よし。あ。え、まだある？危ない危ない危ない。危ない。やっぱこの奥にあるんですよね。ちょ、クイックセーブして、今なんかチラッと出たけど進めない。いや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 、あー出てる出てる。持ち物多いからすぐ疲れてしまいますね。ただちょっと軽くして、これで、OK、OK じゃない。あ、死ぬ、危ない。あ、出た出た。あれ取れないよ。ああ、危ないな。一応クイックセーブして、今のは薬品耐性プラス6、これの上位版ですね。うん、やばい、もう防具が。あとはないかな。大体回ったかな。このスタッシュが気になるんだけど、こっからじゃない？やば。痛い痛い痛い。危ない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 。はい。道が全然わからないですね。大体取ったかな。あ、なんかあるよ。死体。痛い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 。あ、お、改造されているスーツですね。あらかじめというか、すでに。防弾耐性プラス 10%、衝撃耐性マイナス 20%、スーツ重量マイナス 3.5kg。PDA も持ってる。バーグ。バーグってあの、コルダンさんの元相棒じゃないですか。
この PDA の最後のメモからは土器が伝わってくる。コルダン、うん、コルダンは老いぼれた飲んだくれだ。それだけならともかく一旦飲めばあれこれ口を出してくる。あ、酒癖悪かったですもんね。だがあいつは俺とジョーカーを怒鳴り散らしたこともある。俺たちはまだまだ青いだの、経験が足りないだの。ジョーカーの頭が足りないとも言った。やつはそれに切れて、ジョーカーそれは切れるわね。バッグを持って消えちまった。俺がコルダンをなだめている間に、あいつは行方知れず。コルダンさん。バーグはこれ死んでるってことですよね。じゃあとりあえず物をもらって、あ、間違えた、全て取得。コロナは飲んだくれのジジイだ。コルダンさんね、後悔してましたけどね、バラバラになったこと。いや、これね、危な、これと痛い痛い。どこだここ。疲れ切って動けない。じゃあこれはパイプの上ですかね。いや、また落ちちゃうこれ。あ、ちょっと物、かといってどうやってここに登るか。この隙間、この多分上にあるんですよね。これはまた後でゆっくり探しますか。まずは拠点というか安全地帯に戻って、こっから登っていけるかな。いや、でもここの突き上げてるところ多分ダメだ、スタミナがなくて荷物が重くて。今なんかアイテムあった。よし、これもスタッシュだ。
これは襲ってこないかな？襲ってくる？よし。やっと帰ってきた。この持ち物をもっと持てるようになりたいですね。よし。だからすぐ疲れて。よし。まずは、ベアードさんに報告して、CDAA の真下にブラッドサッカーの大群が巣くっていた。その巣穴を全滅させなきゃならない。ガスを使う。オウルがガスボンベに関して何か言っていたはずだ。ガスボンベを手に入れられたらすぐ CDAA に行って換気装置につないでくれ。おお、わかった。で、コルダンさんにバーグでしたっけ、PDA を見つけたんだが見てくれ。誰の PDA？ バーグの PDA です。バーグが死んだ。最高にタフなやつだった。少なくともジョーカーの無事を祈る。ジョーカーはまだ生きてるかもしれないですね。はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。